健太くん、今日のこの日を迎えられて、私は本当に幸せです。あなたはこういう場が苦手なのに、一生に一度のことだから、私が楽しそうだからと、仕事が忙しい中、夜遅くまで、これまで率先してたくさんの準備をしてくれました。知恵子さん、知恵子さんと初めて一緒に出かけたのは、笠間の陶器市でした。器など手作りのものや、自然が好きなところなど、感性が結構近いのかなと思い惹かれていきました。出会ってから10年、お付き合いを始めて3年になりますね。大学のサークルの新入生歓迎会で初めて会った時から素敵な人だと思っていました。好きなものが似ていることもあって、それから2人で出かけたり、自然と一緒にいるようになったね。趣味の幅が広い上に、自分と違って行動力があり、いろんなことに興味を持ちチャレンジするので、一緒に楽しい経験をさせてもらえています。ありがとう。一緒に暮らすようになってからは、私の帰りが遅い時でも美味しい料理を作って笑顔で待っていてくれるおかげで毎日頑張れています。これからも一緒にいろんなところに行き、いろんなものを見て、感じた思いを共有しながら穏やかな時間を過ごしていく、そんな家族になることを誓います。あなたを幸せにすることをここに誓います。元太くんといるととても心地が良いです。きっと二人に流れている空気が似ているからかなと思っています。家族以外の人で無理をしないで自然体でいられる人は初めてでした。言葉にしなくても不思議と考えていることがわかること、好きなことが似ていること、いろんなことを共有できて本当に嬉しく思います。あなたの思いやりのあるところ、めんどくさいと言いながらやるときはやるところ、自分に嘘をつかない正直さ、尊敬しています。大切な皆さんの前であなたの妻になることを誓えること、本当に嬉しく思います。お互いこれからも支え合って、足りないところは補い合って、一緒に笑顔で年を重ねていこうね。あなたとこれから先も二人で一日一日を丁寧に生きていくことを誓います。